ごめんね、青春は2014年10月12日から12月21日まで毎週日曜日21時21時54分に TBS 系の日曜劇場枠で放送された日本のテレビドラマで工藤勘九郎脚本によるドラマオリジナル作品でもある。静岡県三島市の高等学校を舞台とし関ジャニエイトの西木とりが演じる 主人公教師の青春時代の罪の告白というをメインテーマとしつつ、細かなギャグの多様と恋愛模様を織り混ぜて彼と周囲の人々の青春を描く学園コメディドラマ。池袋ウエストゲートパークや、キサラズキャッツアイなどの作品を手掛けてきた脚本の、工藤及びプロデューサーの磯山明のコンビによる作品で、工藤による前年の大ヒット作品。 まちゃん以後初のテレビドラマとして注目された。工藤にとっては初の学園もののドラマであるが、いじめや学級崩壊といった現実的学校の問題は、あえて描かず、せめてドラマの中だけでも平和で楽しく賑やかな学園生活をという狙いの下、ただ万全と一クールを描ききることを目指すとしている。大まかな内容としては、地元に縛られて生きる。 主人公の教師が務める仏教系男子校が近隣のカトリック系女子校と合併し、教学化することになり、その前に行われる合同の文化祭を成功させるために邁進するというもので、工藤や磯山によれば、別学校出身者の男女教学に対する幻想や、親子や男女の差、宗教観の差を乗り越えた相互理解を描き、年代を超えて楽しめる、 娯楽作品を目指すとしている。舞台である、三島市の三島市役所商工観光課は、撮影協力としてクレジットされており、ご当地グルメの三島、コロッケなども登場した。また、タイアップ商品として三島、コロッケを使用した総菜パン、三島コロッケパンが、日本全。ロケ地としては、静岡県立三島北高等学校、千葉英和高等学校、現米川楽樹園。 伊ズ、ミッドシーパラダイス、三島大社、白滝公園などが登場した。なお、劇中人物にはユニークなあだ名が付けられているが、これらはすべて工藤が役者にあった印象などをもとに付けているものであった。作中の三島市には三つの私立高校があり、そのうちわずか100メートルの距離で隣接する二つの高校が舞台となる。主人公が務める男子校。 駒形大学附属三島高校は、偏差値44で、出日合憲を教育理念とする仏教系学校。近隣の教学の進学校、寸津西高校、通称、西高と区別するために、東高と呼ばれるが、成績が劣るために、別称のニュアンスを持っている。一方の聖三島女学院は、カトリック系の女子校で、通称、三女。 偏差値60の進学校で厳格な純血主義を掲げるが、男女交際のすべてを禁止しているわけではなく、成功生との交際は容認している。東高とも交流があったが、14年前の礼拝堂、消失事件以来、犬猿の中となり東高生徒の交際は、無期限定額の対象とされる。双方の学校とも、少子化と、 特に参助については礼拝堂再建とプール建設のための借金による経営難もあって何度も合併の話が出ている。経営陣の話し合いにより合併は決定したが、学内以外で反対の声は根強く、平助の提案によりお試しという形で、両好行動の共学クラスを半年間運営するということで、一応の合意に達する。 これにより、平助担任の東高3年3組、リサ担任の三女3年 C 組が、それぞれ半分の生徒と担任教師を交換する。第5話において、合併後の校名は清美島女学院の、生徒する学国の、春を取って駒形大学附属青春高校と決まる。制服は東高が、紫色の爪襟、三女がシスターをイメージしたもので、 紺のジャケットとジャンパースカートの上からデコルテを覆う、白い襟カバーを身につける。一部の女生徒は十字架のペンダントを下げたり、ロザリオを持ち歩いている。東高、三女、成功の生徒はいずれも通学に実在する、伊豆箱根鉄道寸図線を利用しているという設定で、各、最寄り駅は東高が三島仏日、町駅、三女が三等田町駅、西高が、 三島広小路駅である。また、劇中に架空の FM 曲、三島 FM による、かばやきさん太郎のごめんね青春、という若者向けラジオ番組が登場し、登場人物たちがリスナーとして採用されるという場面も登場する。この劇中番組による、ごめんねうなぎキャラクターグッズは、本作の番組グッズとして、実際に制作され販売された。第5愛好には、 三島市で現実に存在するマスコットキャラクター、三島るくん、三島る子ちゃんが登場し、ドラマ内で豊かがその着ぐるみを着ているというストーリーが描かれたが、ドラマ制作側や三島市の担当者からはあくまでフィクションである。このドラマ内の設定で、現実の三島るくんたちは妖精であり、中に人は入っていないとする説明がされた。初回及び、第5話は15分拡大で放送された。 初回は TBS ほか一部地域で20時59分21時にローカルセールスの事前枠ごめんね青春特別編も別途放送第3話は SMBC 日本シリーズ2014第2戦阪神ソフトバンク放送延長により開始時間が25分繰り下げされた各回放送終了後当初最終回は12月14日に予定していたが 第四十七回衆議院議員総選挙が同日に投開票され、その選挙特別番組、ラン、総選挙二千十四」の放送のため休止となり、一周順延の十二月二十一日に放送された。本作に出演した、重岡大樹が二千二十一年七月期のドラマ、家族募集しますに主演することを記念し、同年六月四日から動画配信サービス、パラビで、 初配信された。同時に民放公式テレビポータル t v ー r、er、や動画配信サイトギャオでも3から4話ずつ期間限定で配信された。詳細はエピソードリスト参照仏教系男子校、東高と近隣のカトリック系女子校、三女は仲が悪いが経営難などの東高 OB で母校の教職に就く原平介は合併前に 両校の三年生の一クラスを実験的に教学クラスにすることを提案し実行される。両校が献縁の中になった原因は、平助が高校時代三女の生徒、法師優子に公用するも、親友の蔦谷や氏に彼女を奪われた怒りで三女の礼拝堂を消失させる事件を起こしたためであるが、平助はその罪を実家である寺の観音菩薩に宿る母。 みゆきの霊以外には告白できないでいる。平助は罪滅ぼしのように、両校生徒の交流を深めようとするも、優子の妹である三女教師、講師、リサや女生徒たちの猛反発を受けてしまう。しかし、平助の説得や男女生徒が協力しての学力テストなどの交流を経て、生徒たちは次第に打ち解け彼らの間ばかりか周囲の大人たちの、 間にもいくつかの恋が芽生える厳格なカトリック学校合併後の公明も、青春高校と決まって、一同の教学化した学校への誇りもさらに高まる。平助は、生徒の個人的な問題などにも対応しながら、箱根まで駅伝への出場、新しい校歌作り、そして合併成功の象徴たる、合同文化祭、青春祭の準備などに力を注ぐ。同時期に平助は、 そのうちに平助はリサからの告白を受け、結婚を前提とした友達からの交際を始めるが、その矢先にフリーライターとなった優子が青春高校に現れる。平助は優子から青春祭の取材を受けるうちに、火災事件当時の両親が自分と事件の関わりに気づいていたことを知り、ついにリサに大使事件の真相を打ち明けるとともに、愛の告白をする。 リサは二人の運命を新人乗り越える決意をする。一同はついに始まった青春祭を楽しみ、平助は五夜祭の場でついに一同に真相を告白するが、事件当時の捜査が明らかになり、平助の行為が火災の原因になった可能性はほとんどないとわかる。平助は教師を辞めるが、周囲の人々は平助を受け入れ、生徒たちは自分たちに、 青春の思い出をもたらした平助に感謝を捧げ、平助はリサにプロポーズをする。それぞれの進路を決めた生徒たちが卒業式を迎える日、平助もまた自分の青春からの卒業証書を受け取り物語は終わる。三女三年四組は東高側から三女に移動した男子。東高三年三組は三女側から東高に移動した女子。 キャストの横の話数は、出演会。最高視聴率は10.1%を記録した。しかし、視聴率2桁を記録した回は初回のみであり、平均視聴率は7.7%を記録するなど、全体的に視聴率が低迷した。2021年現在、日曜劇場において、平均視聴率、最高視聴率ともに、歴代最低となっている。ギャラクシー賞において、 同局制作の N のためにと同時に2014年12月度の月間賞を受賞した。受賞理由では自分と異なる他者を受け入れることについての重層的かつ繊細な脚本とスピード感のある演出や個性的な俳優陣が挙げられ誰もが経験する気恥ずかしくも美しい青春を追体験するドラマであるとともに意見をこにする他者を排斥しようとする同時代の風潮への 批評的作品としても評価された。ソーシャルテレビアワード2015において日経エンタテインメント賞を受賞。市町層が若者であることを意識し、当初から Facebook や Twitter、LINE といったソーシャルメディアを使ったプロモーションを展開。三島ひかりが役名である方針、リサ名義で投稿したインスタグラムや生徒役の出演者などによる6秒動画、バインなども 話題となったことが評価された。第3話において、原エレナが生徒から勉強を教えるように頼まれる場面で、自分の出身校、堀越の名を挙げて断るセリフに実在する学校名が含まれ、その学校の関係者から抗議があった。エレナが高校時代から芸能活動をしていたという設定のため、堀越高等学校の芸能コースのことを元にしたギャグであった。 同校のトレートコースの生徒は芸能人としての仕事優先の授業日程で一般的に知られており売れっ子であればあるほど頻繁に相対や休学ができすなわち通常の高等学校より授業日数が少なく勉強をしていないから知力が低いという偏見によるギャグであり作中でトレートコースだけでなく堀越と学校全体を まるで教育困難以降のように形容してしまっていた。これを受けて TBS テレビは番組公式サイトで謝罪、訂正を掲載。このような表現は日々の学業に励んでいらっしゃる在校生の皆様、今後の進路として考えている受験生をはじめとして先生、保護者の皆様、学校関係者の皆様にご迷惑をおかけするものでした。学校を舞台にして、 理想郷のような青春を描こうとする本番組の趣旨からしても番組制作者としての配慮が足らなかった点を深く反省しておりますと謝罪している。TBS オンデマンドでの見逃し配信ではこのシーンはカットされた。産経ニュースの報道によればこの高校は東京都の堀越高等学校であり同校は11月6日に日韓現代の取材に答え学校や 生徒の名誉を傷つけるとする学校長のコメントを発表していたが番組公式サイトが謝罪を発表して以降は話し合いは終わっているとしてこの件に関する取材を受け付けなかった。またこの件に関するフィクションと表現の自由の兼ね合いについては毒の効いたジョークの範囲内固有名詞を出さなくても工藤さんの意図を反映した表現は十分。 可能だったはずだとして、制作側のチェック体制の不備を指摘する意見と、指揮者の意見も賛否に分かれた。ラジオ出演者は、劇中ラジオ番組、ごめんね青春、にコーナー出演した登場人物、ありがとうございます。